途中でそう牧のマ,キザマジックが死んじゃってそっから次は俺の番だみたいになって、うん、それでそれでなんかいろいろあったんねいろいろあったっていうか死ぬ前にいろいろやんないととかさうん、うん、アルバムを出さないととかさそういう時期があってでもそれでじゃあやろうよってなってるけどこうお互いレコーディングしても「あのいやこれじゃ、うん 今まで以上もう今まで以上じゃないともう出す意味がないって感じだからさ、うん、彼にしてはさで俺なんかもうとり,あえずことりあえずガンガン出していけばいいじゃんって感じだけどいやもう今までより下だったら出す,出す意味がないからとか言ってその本言ってううどうなったんボツになってどっかに浮上してんだけどうもうでもボツ、ね、だからさもう、ね、ボツも出したくないよねだからもう出したくないし多分俺とかき ヒデが撮ってんのは聞いて聞勝手に撮って,て聞いてないから多分ねそういうねなんか楽しい感じじゃなかった楽しいっていうかそれからそうこう頑張んないとってなったんだけど多分,多分体も弱少し弱,弱っていくからど,どうだったっけな焦れちゃったな。 入院とかかたのかな、うん、入院もしてたしで入院してもあいつはなんかもう人がみんなに来ないようにさああと言わなと言わないタイプだからさみんなに言わないでとかさいすごい卑怯だからさ結婚してんのにさ結婚したらみんなに言わないでってなんでそれって感じとか昔からそういうかあのシ,ーシークレットを好む人で内緒,内緒にすればするほどみんなに伝わってっちゃうのに <laughs> 実は。<laughs>